ははい、いここんにちはこの子猫です。今回は2024年7月にね読んだペースの多い本ベスト3を紹介しつつ読んだ本の合計ペースを発表していきたいと思いますさてまずねペースが多い本第3位ですがこちら「性欲384ページです。霧島部活やめるってよ、いや何者なので有名な浅井美さんの作品です稲垣吾郎荒木由衣主演の映画も話題になりました 本のの表紙のかもがなかなかかにキャッチーです、ね、まあ性欲という名のタイトル通り正しい性欲とは何かを突き詰める本書なかなかにね変わったメッセージを読者に突きつけてくる浅井良作品の中でも移植作なのではないかなと思いますさてページ数が多い本第2位ですがこちら「北条の海本528ページ」です 三島由紀夫の、ね、最高傑作「北条の海第2巻」本場がランク入りですちなみに北条の海自体は全4巻計1824ページ、まあ、なかなかの調査役です4巻に分かれてはいますが一巻一巻で物語が完結しているのではないかと思えるくらいの完成度の高さしかしねそれが4巻で1つの物語としてまとまることで さらに完成度が高められるという。三島由紀夫のね、モテる技巧と時世そのものを添い込んだ渾身の一作です。さて、2024年7月、ページ数が多い本、第1位ですが、こちら。TTT、虎のトリオのトラウマトロジー、608ページです。ラテンアメリカ文学です。記書です。作者は、ディシェルモ・カブレラ・インファンテ キューバ出身の作家ガルルシア・マルケスらととともにラテンアメリカ文学ブーームのの一端を担った作家ですキューバのとある歓楽街を舞台に物語があるようなないようなないようなあるようなお祭り騒ぎ的展開が繰り広げられる、まあ、そしてね文章の中にこれでもかというほど散りばめられる親父ギャグやここでは言えない下ネタの数々、まあ、一体ね作者は何を言わんとしているのか 残念ながら私には理解することができませんでしたが、他のね、本では得られない異色のね、読書体験を味わうことができました。まあ、ということでね、2024年7月に読んだページ数が多い本、ベスト3を紹介しましたが、では、おもしかね。7月に読んだ総ページ数ですが、こちらです。9冊分、合計4060ページでした。2ヶ月連続で4000ページ超え、まあ、たくさん読みました。まあ、今後もね、秘書、名称、良承をどんどん読んでいきたいと思います。 ということで、今回は7月に読んだ本のペースについて話をさせていただきました。皆さんもね、ぜひ7月は何ページを読みました、4月はこんな分厚い本を読みました、みたいなのがあればコメントいただければ幸いです。と、このようにこのチャンネルでは毎日1回読書に関する動画を投稿していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。では、また明日お会いしましょう。バイバーイ